はい。今日の着物ニュースは、東京からのニュースです。日本橋開業110周年記念ということで、えー、日本橋人形町に着物で来ると無料で特典が受けられる60店舗が参加した、日本橋着物パスポート開催というニュースです。京都の着物そぞら歩きとかでもいろんな特典、えー、がありますが、今回は、 東京・日本橋開業110周年記念ということで、日本橋三越付近、これどあたりですよね。そちらを着物でそそろ歩きする際に、いろんな特典が受けられますよという企画がスタートするということです。講演協力につきましては、人形町日本橋界隈の企業さんが協賛しておいてのようです。ホームページもできています。こちら、日本橋着物パスポート。 というホームページですね。はい。和装で得する日本橋着物パスポート。1年間ですね。えー、2021年の4月3日から1年間、えー。ちょうど東京オリンピックが開催される年ということもあって、えー、これ度あたりの美味しいお店があ何パーセント引きになりますよとか、ワンドリンクオンですよ。なんていう風になります。あソフトクリーム一巻き増量。お、すごいな。 非常に参加してらっしゃるお店の数が多くて、まあ、東京駅から、あの、降りて、東側の方にってことですよね。はい。えー、まあ、マップがありますね。はい。えっ、ー、と、日本橋三越周辺と、えー、これど周辺。あたりに非常にたくさん、こう、共産店がありますんで、着物を着て、お出かけする際は非常にいいかなというふうに思います。えー、また、インスタで企画もやってるんですね。 着物で食レポっていうハッシュタグをつけて掲載していただくとおお素敵な商品が当たっちゃうという感じですね。はい。おすごいですね。はい。マスコミ掲載情報としては、えー、着物雑誌にも載っているようです。はい、えー。こちらのパスポートはダウンロードしてご覧いただいたりもできるので、えー、ぜひ着物姿で東京に行く方は活用してみてはいかがでしょうか。はい。今日は日本橋開峡110周年記念。 日本橋着物パスポートについてお伝えしてみました。